こんにちは。今日はスーパーのパンをたくさん食べたいと思います。それではいただきます。じゃーん、全部で8個買いました。実はね、昨日めちゃくちゃパンが食べたくて夜食べようと思って買ったんだけど、お家帰ったらね、なぜかお餅食べたくなっちゃって、お餅大量に食べてね、1日寝かせちゃったから、しかも今日寒いじゃん。パンが硬くなってないか心配なんだけど、まあ食べてみよう。まずは山崎極生ドーナツ生チョコホイップを食べます。はい、袋から出してみるとこんな感じで、お、中ね、たっぷりクリーム入ってます。おいしい。生地はね、なんか持った時にちょっと硬かったから、やっぱり一日冷やしちゃったからかなと思ったんだけど、いざね、食べてみると、すごいしっとりふんわりしてる。でね、上にココアパウダーかかってるんだけど、このココアパウダーね、そんな苦くないです。若干油臭はあるものの、ほんのり優しいビターな風味と塩気もあるかな？でね、中のホイップクリームはふわっとしてるんだけど、まあ、若干油脂感あり。だけどね、食べやすいね。徐々に甘さが強くなるホイップだとは思うんだけど、しっかりチョコの風味やミルキーさ、ココアの風味が相まって美味しい。なんかね、今回私はチョコホイップの方を選んだんだけど、普通のノーマルホイップの方が生地がね、よりしっとり生っぽいらしいです。まあ、確かに生っぽいかって言われたら、まあどうだろうって感じはするけど、すごいふわっとしててね、口どけのいい生地なのは間違いない。次はフジパン大福みたいなホイップあんパンを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じ。中には粒あんとホイップクリームが入ってます。でね、すっごいしっとりしてるの。美味しい。でもね、やっぱりどれだけね、私の部屋が寒かったのか計り知れないけど、ちょっと硬いね。この表面のね、皮がね、ほんとしっとりしててペタペタした感じなんだけど、わかる？こんな感じでもちっとしてるの。でね、中の生地はふわっとしてる。これを一緒に食べると、噛みゆくごとにももちもちしてくる感じ。だからね、ふわもち食感なんだよね。でね、ホイップクリームもあんこもしっかり甘めで、このホイップクリームね、ミルキーでふわとろっとしてます。そこにねっとりとした甘い粒あん。やっぱりね、常温で管理するパンだから、油脂感はね、若干あるものの、このふわとろっと感とミルキーさがね、私はすごい大好きで、もっと増やしてもいいのにって思ってる。あとこの上のね、もちっとした生地、これが大好き。はあ、甘くていいね。次もフジパンバターが美味しいデニッシュを食べます。これはトースターで 1,2 分焼いてきます。なんかさ、中にバタークリーム入ってるからとろけるのかなと思ったんだけど、めっちゃしっとりしてるけど、なんかほろって感じかな。食べてみます。美味しい。
外側はね、めちゃくちゃさっくりしてて、中はしっとり柔らかいです。まさにね、このサクシとじゅんわり感が最高。で、中のバター入りクリームは、なんて言えばいいんだろう。まろやかな、ほんと優しい甘さがありつつ、バターの風味も感じて、なんかケーキ生地とクリームをうらーって混ぜた時の食感みたいな感じ。まあこのバターよりもどっちかっていうとマーガリンの風味のが強い気はするんだけど、香りが良くてサクジュワ感がたまらない。表面さ、シュガーマーガリンもトッピングされてたからか甘みもあっていいね。次は山崎ランチパックボロネーゼを食べます。ボロネーゼって私初めて見た。ランチパックは本当にわかりやすい。賞味期限がね、明日までだから、なんとかこのふわ感は保たれてるものの、やっぱりね、寒さには勝てなかったのかな。ちょっと硬い感じになってます。これトーストした方が美味しそうだけど、なんかこんな感じ。まずはそのまま食べてみるね。うわ、美味しい。量少ないのかなって思ってたんだけど、しっかり味濃いめで、これもう美味しい確定してるから、もっと美味しく食べたいってことでトースターで焼いてきます。トースターで焼くと表面さっくり、中しっとりふんわり、そして軽いの。でね、焼くことによってボロネーゼのこのソースがとろっとして、やっぱあったかいと美味しいね。でね、パスタの麺は柔らかく、ボロネーゼはトマトの酸味や甘み、そしてね、肉感もしっかりあって、まあ、ミートソースとボロネーゼのいいとこ取りみたいな味。しっかり味が濃くて旨味があって、これはね、大人も大好きな味だと思う。なんならこれにね、チーズとか挟んで食べたい。まあ、トマトの酸味はあるって言ったけど、きつい感じじゃなくて、お肉の風味とかのが強く感じます。次もフジパン生メロンパンショコラを食べます。はい、袋から取り出すとこんな感じです。はい、中はこんな感じ。すごい、チョコレート、ココアのいい香りがする。すごい、このさ、ビスの部分がめちゃくちゃしっとりしてて、とってもミルキー。中の生地はね、ふんわりというか、普通の一般的なメロンパンのかさついた感じはないけれども、生メロンパンすごーって感じも正直ない。かなりふんわりはしてるんだけどね。で、甘さ控えめなココア味で、甘いミルク風味のね、ビスと一緒に食べても全体的に優しい感じかな。味はね、ミルクとココアで間違いないし、甘さもね、控えめで美味しいんだけど、この冷たい部屋に置いてしまったのがいけないのか。本当はもしかしたらね、もっとしっとりさも強かったのかもしれないしね。多
分元からねサクって感じのタイプのメロンパンではないと思うから、電子レンジで10秒くらい温めてきます。はい、温めてきました。うわ、温めることによってよりしっとり、うわ、そしてふんわりしてる。今なら、あ、うん、生メロンパンだってしっかり思えるね。めっちゃしっとりふわっとしてる。これみんながね、どういう状態で食べるかわからないんだけど、なんか全然生っぽくないじゃんみたいに感じたら、ちょっとだけほんと10秒くらいかな、電子レンジで温めてみて、めちゃくちゃ美味しくなるから。次はパスコ、粗挽きソーセージを食べます。これはね、もう温めても美味しいって書いてあるので、電子レンジで500ワット約15秒温めてきます。はい、温めてきました。ソーセージがはみ出てていいね。うわ、美味しい。まずね、パンなんだけど、ふわふかっとしてて、噛みゆくごとにほんのり甘みを感じます。で、ソーセージが思ってたよりも細いっていうか、カルパスみたいな感じかなと思ったんだけど、ジューシーさはないものの、しっかり旨味を感じるし、粒マスタード入りマヨネーズとの相性抜群です。このね、粒マスタード入りマヨネーズは、マスタード感はね、しっかり感じるんだけど、うわ、辛って感じではない。程よいかな。マヨネーズもね、まろやかな感じで、酸味も優しいかな。正直に言うとね、旨味はね、しっかりあるんだけど、ソーセージのボリュームが足んないかな、っても思う。だがしかし、パスコだからパンが美味しいもんね。次はフジパン生ブールホイップを食べます。なんかフジパン生こだわってんのかな？はい、袋から取り出すとこんな感じです。で、半分に切るとこんな感じで、中のホイップはふわとろっとしてる感じかな。で、ん？なんか、静粛に。カステラ生地っていうか、なんだろう。うん、甘くしっとり、ペタッとする感じ。で、中の生地なんだけど、え、ちょっと、嘘。これはね、盛大な批判をしてしまうかもしれないので、いつもね、私と違う味覚の方が食べたらこう思うかも、みたいな感じも含めて話す時があるのね。だから私は苦手だけど、こういう感じで美味しいみたいなね。でも、ちょっと待って。これ生ブールって名前の商品よな。生クリームを練り込んだ生地と、あ、ケーキ生地だったのか。を合わせて香ばしい風味のパンに焼き上げ、ホイップクリームを入れました。だがしかし、この、ちょっと待って、光って見えないだろうから、ちょっと暗くして、見せるね。はい。もうこれで見えたかな？わかる？なんか伝わるかな？ハリパリというか、なんかカサついてます。なんで？いやいやいや、そんなことないよ。名前を信じろ。味は美味しいね。でも、やっぱね、このちょっと名前詐欺というか、これは私の商品の管理不足により生まれたパサつきなのかもしれないけど、なるほどね。
でもね、ホイップは、まあね、油脂感はあるものの、ふわとろっとしていて、甘く、滑らかだね。わかんない。このね、ホイップが緩いから、食べてみるとね、そんな、うわ、パサパサだなって感じはしないんだけど、生地だけ食べると、でもこの上のね、ケーキ生地と一緒に食べると、もう美味しいんだよね。美味しいんだけど、生感はどこに行ったって感じの印象。やっぱり昨日食べとくんだったかな。温めたいけどなんかホイップだしな。で、やっぱりちょっと硬くなってるね。でもなんか食べ続けてると、このね、パスッとした生地にとろっとしながらもこってりとしたホイップクリームがやけに合うというか。これだからさ、コンビニといい、まあ、スーパーのスイーツ、パンもそうなんだけど、新たな発見ができて楽しいよね。この縁が硬くなっちゃってんのかな。これあくまで賞味期限が間近で0度とかの部屋で一晩ね放置したパンの結果がこれだから、もしかしたら皆様が食べた時をうわ生って感じるかもしれないからね。最後第一パン、金福博多明太ポテトを食べます。これはどうしようかな。電子レンジで10秒から15秒温めてきます。はい、温めてきました。美味しそう。これすっごいタイプだ。まずね、パンがね、ふんわりふかふか。だけどね、表面は香ばしいです。で、噛んでいくごとにほんのり甘い。ほんと、チンすることによってさ、やわふわだね。でね、じゃがいもがね、ゴロゴロ入ってるんだけど、そのホクッとした食感もいいし、マヨネーズのまろやかさや、明太子の風味、ほんのり感じる辛さ、そしてたまに感じるプチッと感のバランスが最高。明太ポテトマヨネーズだもん。合わないわけないよね。ごちそうさまでした。今日はね、いろんなパンを食べれて、すごい大満足です。新たな発見もできたし、パン欲が満たされました。皆様もぜひ気になった商品があればお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さよなら。